左秀チャンネルどうもこんにちは高島でございます、えー、今日はね、えー、こんな便りからちょっとご紹介したいですね、えー、千葉県のね中太郎さんという人なんですけども今回の日本大学理事長の不祥事で家宅捜査が行われ家宅捜査がね輪ゴムで閉じられた札束が多数見つかったとの報道には 驚きました、ね、えいや私もあの大昔の「マルサの女」をね、えー、思い出しましたよねいろんなところに現ンをね隠してね、えー、それをですねえー、あのマルサの方のはい捜査員が、えー、その隠した人のね視線の流れとかね虚偽動作とか、えー、そういうものからですねここだあそこだっていうの決めてねもう 金が出てくるんですよね。同じだなと思いました。ワゴブで閉じられたサスタバが多数見つかったとの報道には驚きましたと。1億円ほどあったそうですね。どこに隠していたんでしょうか。興味があります。本当ですよね。狭い我が家では隠すところがありませんので、心配で寝ていられませんよね。秀武さんならどこに隠しますかそうだね。<laughs> 昔、ガムテープで、あの、トイレの金閣詞のこう、ね、金閣詞わかるでしょこういうふうになってて、こっち側がこうね、こんなふうになってるもので、はばかって、うんちするわけですけども、その飛ばないようにこう、覆われている金閣詞の前のね、あそこの下にですね、ガムテープで、なっかって <laughs>、何百万か止めたっていう、えー、中小企業のおじさんの話を聞きましたですけれども、 それにしてもあの理事長の顔がね、時代劇に出てくる、え、悪大官に見えてきますね。ほんとそうですよね。ほんとそう。ね。そして、お主も悪いよの、は,ははは、というようなセリフが出てきそうな感じさえしますと。時代劇の見過ぎでしょうか。いやいや、あんなね、時代遅れの金のね、隠し方している人っていう人、珍しいんじゃないですか。南阿佐ヶ谷ね、なんか、 ビルを建てて、そのビルの下の方はあれでしょちゃんこ料理屋さんだってんでしょで、田中次次長は日大相撲部の監督を長くやってましたですから、ね。もう数多くの関取をですね、相撲界に送り出してるわけですよ。ね。私が聞いた、これは嘘か、本当かはわかりませんけども、まあ日大相撲部で、ね。要するに学生横綱だとか、 それに匹敵するような実力のね、力士だと、なんかこう、いろんなお金が流れるという、まあ、そんな話もですね、本当か嘘かは知りませんけども、聞きましたね。で、僕は思うんですけども、やっぱりね、田中理事長っていう人はね、相撲体質なんですよ。全身。体つきもそうですけども。学生横綱にもなったぐらいでずっと相撲漬けで、輪島がいなければね、彼は多分、各界に入ってたでしょうね。 で、えー、いいとこまで行ったんだろうと思いますけども、それを行かずに日大にとどまったっていうのが、味噌醤油味のもで、えー、彼の人生を決めたんですよね。だけど体質はね、えー、お相撲さんと一緒。何が言いたいかっていうと、周りの人がね、僕にも言いましたけど、やっぱりな相撲関係者っていうのはあのごっちゃん体質は変わらねえからなこういうふうに言う。ごっちゃん体質ってわかりますえー、まず、 お相撲さんと僕も何とか飲みに行ったことがありますけども、必ず谷町が好きます。えー、その歴史のごひいきのお金持ちですね。だから、それはもう相手がね、えーまじ、関取であるならば、あるいはもっと下の人でもね、えー、連れて歩くときはですね、えー、絶対こちらが持つっていうのがね、まあ、普通なんです。えー、で先方はあ、あ、ごちゃんですごちゃんですって言っておけばいいみたいな。 えー、そういう感じで。うん。これ、あながしね、嘘ではないんですよね。そうなんですよね。だから、あのー、払うというね、習慣がないんですよね。<laughs> まあ、そんなところもね、あるんじゃないですか。だって、自分のちゃんこ屋にね、ちゃんこ屋モーデナンつって、日大の事業部がですね、もう何十億、何百億の仕事をね、やるから、仕事回してもらいたいから、 もう田中理事長の覚えめでたくなきゃダメなわけで、えー、ちゃんこや詣をして、ね、それでご祝儀をどんどん弾んでみたいな、ね、建設会社から3000万だとか、いっぱい出たじゃないですか。理事長宅、お宅を回収したときは、いやいやいや、とんでもない先生、えー、理事長、なお金なんか関係ありませんよと、うちでみんな持ちますからみたいな。まあまあ日常的にそんなことがあったんだろうということですよね。我が家には輪ゴムはあるが、 札がない <laughs> この線里うまいよね。中太郎さん、千葉県の方ですけど、<laughs> 我が家には輪ゴムはあるが、札がない。どのぐらいの札束を輪ゴムで止めたんですかね、100万ぐらいですかね。100万って言うと、ピン札だと大したことないんですよね。あれ、使い込んだ札だとね、かなり膨らむんですよね。私もあの100万円はもちろん持ったこともありますし、だから輪ゴムで止めるっていうと、まあ、 ご祝儀なんかだとピンサスでしょうから、くるくるって丸めて買って飛べてたのね。奥さんなんかうまいもんだったんでしょうね。ちょぴょんょぴょんょぴょんで、ポンなんて箱の中入れたりなしてえ。どこに隠そうか知らないです。<laughs> ちゃんこ鍋、中の具材も調べられ。これ面白いですね。<laughs> さっきも話した伊丹十三さんの丸さの女ではですね、本当に もうとんでもないところね、骨壺の中にね、札束詰め込んでたりとか、いろいろあったじゃないですか。もう現金見つからないようにするためにはですね、もう庭に埋める、埋める方法なんかもね、もうこんなことして埋めますかみたいな、すごいですよね。そうと、ちゃんこ料理屋さんですから、田中理事長のね、お宅というのは、お店の上に住んでらっしゃるビルですからね。 えー、ちゃんこ鍋、中の具材も調べられ。あのー、ちゃんこ鍋でね、僕好きなのは、まあ、これは人によってもちろん違いますけども、あの、巾着、ね、ああいう中にこう、えー、お餅を詰め込んで、それでクリックリッと上の方をね、丸めて、かんぴょうでこう、祝いてね、で、それをポーンとこう、ちゃんこの中に入れるってのがあるんですよね。マイスがあね、すごく。 あれ、大きい、ね、やつだったら、100万円いけますかね無理か。<laughs> 二重の蓋に、底になってたりしてね、ちゃんこでこう、いっぱい野菜とか、え具材はこう浮いてるけど、全部ジャーっと出して、したら、下が二重になってて、カボっと開けたらそこに5000万ぐらい入ったりしてね。いやいや。 勝手なことを言ってますけども、日大理事長の脱税事件、夫人の経営するちゃんこ屋から2億、従業員アパートから2000万など、あちこちから現金が見つかったとか、この分ではちゃんこ鍋の中の具材まで捜索されそうですよね。いや、もしかしたらね、調べたかもしれませんよ。本当に。本気で。えー。で、こういう、あの、警察とかね、検察、 調べるって言うと、ね、もう徹底的にやりますからね私一回こういうことがあったんですよ。横須賀で、ね、過激派のね、爆弾爆発事件とのがあったんです。アパートの部屋で爆弾作ってて、それが爆発してね、まあ、大変なことになったんですけど、犯人が捕まんなかった。で、私はあの、長井という荒先ですよね。あそこに友達がいまして、漁師さんでね、ええ。で、その方のお宅へ行って、夜釣りをやって、 ね。それでこんなバケツにですね、魚いっぱい入れてね。えー、それで、金沢文庫の自宅まで、車を運転して帰るときに、ピッ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 と検問がありまして、それで全部見せろって。私その時ね、パーマかけて、ね。夜の若者向けの番組やってたもんですから、パーマかけてね、似合いもしない髭生やしてね。で、また、釣りですから全く無祥皮まで生えててね。全然あれなんですよ。 怪しい奴以外の何者でもないんですよ。そしたらおまわりさんがね、その魚の入れ物を見つけまして、ね。こんなに高いんですよ。背が高いんです。このぐらいはありましたよね。で、魚がいっぱい入ってる。そしたらこれをちょっと調べるって言うんですよ。そしたらどうしたかっていうとね、上着脱いで、で、手をカーっとね、まくし上げて、託し上げてっていうのかな。それで魚の中に手突っ込んで、うわーまったく下まで調べた。 軒並み全部。それでないわけですよ。だって魚しか入ってないんですから。そしたら、残念そうでしたね。タオルでこう手を拭きながらね。<laughs> 臭いね。<laughs> 臭いね。なんでおっしゃるんだけど、ちょっとすみませんなっつってさ。話はそれましたけども、ええ、まあ、そんなわけなんですよ。良き川柳浮かびましたら、こちらの方へ、ええ。ええ、ご意見もみんなこちらへお願いします。<laughs> はい。ではでは、また明日。